本日も当チャンネルご視聴いただきありがとうございます。本日は近鉄の大阪難波駅に来ています。本日からですね、このチャンネルは近鉄の全駅に行ってみたということでお届けしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。ただいま大阪難波駅真上の難波交差点にいます。このような形で、ね、駅の感じもお伝えできたらと思います。こちらがですね、近鉄の全線の路線網になります。全駅行くにあたりまして、本数が少ない区間などもありますので、一定方向に行くのではなくて、行ったり戻ったりも繰り返しながらうまく全駅回っていこうと思います。そして降りた記念として駅名の看板と乗車券を販売している駅ではそちらの切符を購入したいと思います。販売していない駅は乗車証の方を取っていこうと考えています。大阪難波駅改札の方入ってきまして、路線ナンバー A の難波線と奈良線からやっていこうと思います。難波駅のコンコースはこのような形です。駅を撮影する上で日中に撮影したいので、同じ路線でも日付が変わることがあると思いますので、そのあたりはお手柔らかに見ていただけると幸いです。ホームの方を降りてきまして、大阪難波駅は2面3線構造となっています。第一走車なんですけど、記念すべき第一走車は奈良行きの快速急行に乗っていこうと思います。でこちらの奈良行き快速急行がまさかの最近できたこの奈良鹿トレインですね。こちらですね、一番最初に降り立った駅はもう難波からすぐですね、日本橋駅です。こちらの方がコンコースで、東改札西改札のような感じ でこちらの方が地上ですね、日本橋駅の上の方になります。交差点がありますね。こちら日本橋駅のホームですね、2面2線の標準な駅になります。でしたらそろそろですね、私も次の駅に向かおうと思います。東花園駅のね、各駅停車に乗っていこうと思います。こちらもすぐですね、大阪上本町駅で降りました。上本町駅です。これ切符ちょっと難波駅と記事が違うんですけど、もしなんでこれ違うのか理由ご存知の方いたらコメント欄で教えてください。このような形で、上本町駅地下ホームは2面2線の、通常のタイプの駅になります。こちらが地下側の方のコンコースになりまして、こちらの方が大阪線の地上乗り場になります。こちらの方は7面6線ということで、かなり大きな駅となっています。こちら地上改札口の方ですね、撮らせていただきました。こちらですね、外から見た上本町駅ですね。あとこの駅はですね、近畿日本鉄道の本社の最寄り駅でもありますね。こちらが上6の交差点になります。それではね、続いていきましょう。続いて乗るのもね、奈良駅の快速急行になります。はい、やってきましたのは近鉄でもかなり有名ですね、鶴橋駅になります。鶴橋はですね、やっぱりちょっと人が多いんですごく撮影ちょっとしにくかったんですけど、JR 環状線との乗り換え駅です。でも駅にですね、焼肉の匂いがするということでね、かなり有名な駅ですね。駅は2面4線構造になってます。こちら鶴橋駅のね、出口になります。
おそらくですね、大体の方が乗り換えに使われる駅だと思うんですが、鶴橋駅の正面がこのようになっているの皆さんご存知だったでしょうかね。意外とね、ちょっと小ぶりというか、ちょっとびっくりしましたね。それではね、ホームの方戻りまして、続いてやっていきましょう。東花園駅のね、各駅停車に乗車していきます。でこちら到着しました駅は今里駅になります。それにしてもシリーズ21はいい音を出しますね。でこちらの方が今里駅の駅名看板です。こちらですね、ちょうど火の鳥の10列車が通過していくところでしたので、撮影しました。でこちらの方が今里駅のコンコースになります。こちらが改札口を出た駅前の方になります。で今里駅の方は高架駅で、3面4線のホームになっています。続いてこちらの大和西大寺駅の各駅停車に乗車していきましょう。はい、布施駅の方を到着いたしました。布施駅はですね、2層構想になっていて奈良線のホームに到着しました。こちら最上階の奈良線のホームになります。1面2線で外側に通過線が1本ずつあるような形です。こちらの方がね、布施駅のコンコース内になります。ちょっと駅前の方行ってみましょう。こちらがね、布施の駅前の方になりますね。このような形になっています。イオン側の駅前と大阪線のホームは大阪線の時に紹介させていただこうと思います。それではホームの方を戻っていきましょう。優等列車があったんで、この大和西大寺行き区間準急にね、次は乗車していこうと思います。でこちら区間準急に乗ってきましたので、河内英和駅は通過ですので、河内小坂駅の方に、降り立ちました。河内小坂駅ですね、このような形で2面2線の高架駅です。こちらの方が駅前になります。コンコースの方が、このような形になってます。こちら改札です。河内小坂駅は準急までの優等列車が停車します。こちら急いで乗りまして、尼崎行きの普通電車に乗ってきまして、河内英和駅の方に移動してきました。コンコースの方降りてきました。コンコースはこのような形になっています。それではね、改札の外も見ていきましょう。JR のですね、河内英和駅があります。こちらの駅もね、乗り換えることが可能となっています。このような形でね、ホームは2面2線の通常タイプの駅になります。河内英和駅は普通電車しか停車しません。画面奥ですね、アベノハルカスが見えるかと思います。このような形でね、次々とね、優等列車の方は通過していきます。
本日の動画はですね、この河内英和駅で終了させていただきたいと思います。このようにですね、全駅の方降りていきまして駅の方を紹介していこうと思いますので、お楽しみにしていただけると幸いです。本日も動画の方最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。